なんかハロさん優雅ですね。とっても優雅ですね。優雅にチッチですね。毛並みがいいですね。ハロさん。何か似合うんですか。よいしょよいしょ。もうね、毎朝のハロさんのお尻を眺めながらのお散歩です。今日はそっち行くんですか。はいはい。ポッテポッテ。うん。振り向いてくれるの。じゃあそっちならな。こっちならな。こっちならな。よしよしよし。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 タロはね、日陰をこう選んで歩くんですよね。急いでるのかな。今日はちょっと風強いけど暖かいですね。いやもう花粉がやばいっすよ。ね、あんこは平気なんですかね。皆さんは花粉はどうですか。結構ね、僕のイメージだとね、西の方からこう花粉ってやってきて、でこう北の方に向かってなくなっていく感じがするんですよね。だいたい花粉も飛び始めはこの辺じゃなくて、もっと遠くから飛んできてる感じがしますよね。車なんかにね、こんもりこう黄色っていうか、花粉で黄色いイメージじゃないですか。あれあんまりこう積もると黄色じゃなくて、あの緑になるんですよね。あれ知ってます、ハロさん。おぉ、ビッグモーターの車置き場だ。これ最近ビッグモーターできて、いっぱい車の在庫がドバーって並んでますよね。おいでおいで。これね、なんかこう、前空き地だったよな、そういえば。すっげえこう、先端具が生えまくってた気がする。それがこう、あちこち引かれちゃうよ、ハロ。引かれちゃうよって言ったけど、車も別に引こうとしてるわけじゃないからね。ただ邪魔なだけ。この辺がね、その、いっぱい夏になると雑草が生えて、バッタがいっぱいだったんですけどね。またバッタいっぱい乗ってくれると嬉しいな。今年はね、ちょっとバッタいっぱい捕まえようかなと思ってます。実を言うとね、計画があって、YouTube チャンネル、虫の YouTube チャンネルをやりたいんです。それもなんかね、昆虫好きなおじさんがメインじゃなくて、昆虫観察がメインですね。自然の昆虫を観察するチャンネルをね、やりたいな。子供向けのね、僕は子供の頃、教育番組すごい好きだったんですよ。すごい。そういうのをね、延々とこう、やってる映像、動画を作りたい。まあ、今のシーズンできることもあると思うんですけどね。なかなかちょっとクワガタとかもね、入手してはいるんですけど、なかなか飼育環境下で撮った映像っていうのは迫力がないですね。ねえ、原さん。でもこのチャンネルは、ワンコの観察チャンネルです。こんなところに野生のゴールデンレトリーバーが。仲間にしますか？は
はい、いいえ、はい、いや、私を仲間にしてください、仲間にしてください、お酒が豊かでいい、ふわふわだね、こうやったらお薬飲まないとだね、この辺でね、殿様バッタがいたんだよ、もういっぱい、よいしょ、そっち行かないや、そっちじゃないや、そっち行きたいな、そっち行きたいな、ちょっとだけね、ちょっとだけよ、それが気になったのね、今日僕ゴーグルしてるんですけど、この格好で知らない人に会っても何とも思わないんですけど、さっきね、スタッフのおいで、スタッフの坂下がとすれ違って、すれ違ってっていうか、まあ普通に会って喋ったんですけどね、よく知ってる人に会う方が僕は恥ずかしいこの格好がなんやねんですけどね、よく知らない人に見られるのは全然恥ずかしくないですけどね。というわけで今日はおとなしくしてようと思います。花粉がやっぱすごいので、よし、ハロー、セブン行こう、セブンイレブン、皆さんも今日一日楽しく過ごしてください。ではでは。